もう本当にたくさんの皆さんが楽しみにお待ちいただいております。ちょっとステージからの感想もちょっと一言いただいてもいいですか。はい、もうかなりの声援で圧倒されてるかと思いますが、はい、ザ・札幌ビアガーデンでお飲みの皆さん、お元気ですか。今日は本当は晴れる予定だったんですけど、かなり寒いんですけど、ぜひ、お酒を、ビールをたくさん飲んでですね、みんなで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、監督にお越しいただきましたので、やはり乾杯からスタートしたいと思います。いいですか皆様、ジョッキのご用意をお願いします。監督ってでもちなみに一気ってなさるんですか。あの、過去は結構過去は、そうですか。今日はあの無理なさらない程度に飲んでいただければと思います、はい、では監督、発声をお願いします。じゃあご唱和お願いします。ザ・札幌ビアガーデンでお飲みの皆さん、噛んじゃいました。乾杯したいと思います、皆さんご唱和お願いします。1、2、3、乾杯。あの椅子の方にお座りいただきながらトークを進めていきたいと思います。なんとなく少し近い方がいいでしょうかね。なんてもっと前という意見もありますが、ちょっとなるべくお客様の近い位置でトークショーをしたいと思います。まずあの先週のファジアの岡山戦4対2の勝利、おめでとうございます。本当久々の勝利ですね、ここ来るのも決まってまして、あーどうしようかなとちょっと心配があったんですけど、なかなか勝てない状態が続いててですね、本当に勝ってここに来れてですね、本当に良かったと思います。今もし負けてたらここに多分ブーイング浴びてたと思います。本当に良かったです。選手ありがとう、大吾ありがとう。ありがとうございます。いや本当4対2で勝利、本当に嬉しかったです。で、あの日は会場かなりの大雨だったんですが、はい、あの選手の方いらっしゃった方います。 ありがとうございます。そしてあの大雨なのにもかかわらず、この会場にも、はい、あのファンの方がお越しいただきまして、これ会場雨降るとどうなるんですか。 ありがとうございます。雨降ってて、あ、ちょうどその辺のあたりに座ってらっしゃった方でしょうかね、傘さして、あ、カッパを着て楽しんでいただいてたんですよ。札幌の方気合が入ってますね。T シャツ1枚皆さん、もう短い夏なので、はいはい、あとあの会場の中にですね、大型テントがありまして、はい、その大型テントの中は土砂降りながらにもかかわらずあそこ満席になりますので、あ、そうですか、はい、もう雨の中でも楽しんでいただける会場となっています。実際あのこの間の試合はいかがでしたか、監督の感想としては。いや、なかなかですね、本当に勝てない状態が続いた中でですね、本当に選手が勝ちたいという気持ちがですね、出たゲームじゃないかなと。特に圧別でなかなか勝ってない状態だったんですよね。やっぱりそういう中で今季初勝利ということで本当に良かったと思います。あと今更なんですが、コンサドーレ札幌の監督に就任されて感想というのをちょっとお伺いしたいんですが、はい、私もともと東芝で、札幌の前身のチームに選手でいたんですけど、そういう中で私は山形の方で監督を始めたんですけど、いずれはですね、北海道札幌でですね、監督をやりたいという気持ちがものすごく強くてですね、本当に今回札幌で監督できることすごく幸せに感じています。嬉しいです。それはいつか札幌に来たいなと思っててくださったんですね。はい、嬉しいですね、ありがとうございます。さあ、そして今日は会場の中のサポーターの皆さんもユニフォーム着ていただいてますが、この黒と赤のユニフォームの原点といいますでしょうか、はい、発案も監督がなさったとちょっと聞いてるんですが、はい、そうなんです。ちょうど東芝の時にですね、ユニフォームを作っていく中で、その頃イタリアの AC ミランというチームが強かったんですけど、そのユニフォームを真似たら強くなれるんじゃないかなということで、赤と黒とのユニフォーム、縦縞のですね、ユニフォームを作ったのが最初でした。
監督自身は好きな色って何かあるんですか？僕ですか、赤と黒です